抜き SNS 企画ゴールを狙えキックターゲット対決ありがとうございます、ありがとうございます皆さんこんにちは、本田春乃です、この対決ではペナルティーマークからゴールにある的をめがけて蹴ってもらい、獲得した合計点で順位を争います。見事優勝した選手にはこちら、じゃじゃん、オリーブ牛1万円がプレゼントされます。そして今回の参加選手はこちらの皆さんです。渡辺優雅、下川太陽、ブラウンノア、ケンシン、じゃあここで、例のごとくですね、素人の私が、ちょっとデモンストレーションということでやってみたいと思います。それでは参ります。0点ですさあそれでは、一番最初の挑戦者、渡辺選手渡辺優雅、練習の様子を見てるとなかなか厳しそうですけど、どう意気込み。意気込み、まあ本番に強いんでちゃちゃっと入れてさっさとリリリもらって、まず何番狙う。2番。2番。ちょっと待って今3狙うって言ったよね。2番。あ、2番狙うって言った。あ、惜しい、頑張って。次はもう一回ずっとあれ行く。2。わー、入ったー、すごい、3点。すごいで、あとは逆もう1番。賢いなあれ外しちゃった。あと2球、これも1番狙う。あれ合計は今3点だよ。ラスト1球、これ取れば。はい、3点、3ポイント。3ポイントか。ちょっと嫌な予感がする。すごいレベルの低い戦いになりそう。じゃあ次、下川選手。はい、下川太陽どう。何点やね。いや、まあ渡辺君の下ちゃん。うん、いやそうですね。いや僕は、あえて3を狙います。3を狙う。2点のところで稼いでいく。そう、そこでしっかり稼いでいこうかな。なるほどね。ここです。うん、あれはね、あれは関係ないやつだから3番。あー、惜しい、あれ入ってない。あれ入ってないよね。あー、入った。2ポイント。あと2本。あと2本も3いく。全部いきます。わかった。うるせえ、うるせえ。オリーブ牛だ。これ決めたら渡辺選手はもうあっという間に抜き去るから。なんで入らんの。なんて合計2点です。なんで。じゃあ最後、ブラウンノア謙信選手。ブラウンノア謙信、ちょっとお願いね、はい、最後の最後ちょっとお願いね。4に5本入れます。いいよ。あー、惜しい。本当に4でいいの。本当に4でいいの。4ね。左上1回一応1挟む。ひよったちょっと待って、枠外ってどういうこと。3入れてもいいね。3があるから。あ、3もあるんですよ。うん、あるよ。3、2回入れても1だもんね。そう。どう、同点の場合は。同点サドンデス、ちょっと見たいし。4いきます。いや、2の方がいいから。いや、4。今んとこ0だよ。あと残り2本。2いきます。2
いや、まだまだあるから。ちょっとちょっとわざとやんか、それは。さ、最後面白くしてる、これ。あ、そうか、そうか。2行きます。2ね。あー優勝した渡辺優雅選手には香川県特産品県木オリーブの搾り果実を与え育て上げたプレミアム和牛オリーブ牛1万円分が贈呈されます。みんなはもらえなかったけど、たったの3点でオリーブ牛ゲットでございます。たったとか言うなおめでとうそれ0点だし5000は5000なしそう、これで2位もらおうとするなそんなオリーブ牛をゲットした渡辺優雅選手からサポーターの皆さんにメッセージ。僕たち蒲田マーレサネキの2020年シーズンも残すところあと1ヶ月になりました。皆様に勝利を届けるため最後の最後まで頑張りますので、僕たちの熱い戦いをピカラスタジアムまでぜひ見に来てください。次回ホームゲームの日程についてはぜひクラブ公式ホームページで確認してください。また会場では新型コロナウイルス対策をとっています。大きな声は出さずに拍手で僕たちを応援してください。マスクは忘れずにつけてきてくださいね。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。引き続き蒲田マーレ讃岐の応援よろしくお